エティエンヌ・プロスペル・ベルンベルクールは、フランスの写真家、画家、版画家である。不仏戦争に関する作品を描いて、人気のある画家となった。北、フランス、パイコールド・カレー県のブローニュシュルメールに生まれた。カレーやブリュッセル、マルセイユなどで過ごした後、パリに出て、画家の修行を始め、アカデミック絵画の画家のエミール・シニョルの生徒となった。1859年に、 ローマ留学の奨学金の得られるローマ賞に応募するが受賞できなかった。エコールでボザールで修行を続け、フランソワイズ・アール・ピコに学び、ピコのスタジオで学んでいたアルフォンス・ド・ヌビルやバリアスといった画家と知り合った。1861年に風景画をサロンド・パリに出展し、1860年代には風俗画や人物画を出展し、1868年、 1869年に入賞した。1860年代の終わりに狩りの情景や戦争画を描くことが多くなった。1864年に画家で脚本家でもあったジャンジョルジュ・ビベールの妹と結婚した。1870年に義兄のビベールや画家のエドゥアールデタイユ、アレクサンドル・ルイ・ル・ロワールとアルジェリアを旅した。不屈戦争が始まり、 ベルンベルクールはフランスに戻り、狙撃部隊に入隊し、モンバレリア二王祭の戦いの功績で勲章を得た。戦争に参加した経験から、戦争画を描くようになり、デタイユやヌビルと、毎年、戦闘のあった場所を訪れ、戦争画を描いた。ベルンベルクールの戦争に関する絵画は人気になり、軍の交換もその絵を購入した。ベルンベルクールの戦争画では戦闘版電だけではなく、 兵士の日常の生活が描かれることも多かった。また軍服や装備の詳細が正確であったのも特徴であった。義兄のビベールと喜劇の脚本を執筆し、1872年にパレロワイヤルで上演された。1905年までサロンドパリに出展し、多くの賞を得た。1878年のパリ万国博覧会に政府によって選ばれ、 いくつかの作品が展示された。この年、レジオンドヌール勲章を受訓した。ベルンベルクールの作品は、版画で出版され、同時代の新聞にも掲載された。自らも、版画作品を制作した。他の戦争画家と共に、愛国的文学者、ポール・デルレードの作品、デプルミエ・グレナディアで、フランスや、ラツアー・ディ・オーベルニューに挿絵を描いた。ありがとうございます。